明日から大会始まんな。いやー待って、この日のためにずっと俺ら練習してきたもんな。でよな、優秀な試合な、マジで勝とうぜな。よいしょよいしょ。これさ、何落ちてんだからさ、目の前に見えるでしょ。ねえ、ごめん。誰かが拾うからいいじゃない。いやじゃなくて拾わないと。はい、OK。 はい、はい、座ってよ。お願いします。まあかなり残念なお知らせがある。明日から選手権最後の大会迎える予定だったんだが、3時間ほど前に、ある連絡が俺の耳に入ってきた。我がサッカー部の3年生である森下と手島が他校の高校生と暴力事件を起こした。部として大会に参加することはもう決まってます。10年前にも1年生が万引きをして出られなかった事例がありました。悔しいけど今回も同様、選手権を辞退することにしました。いや、ちょっと待ってください。多分お前らの言いたいことも分かる。3年生の言いたいことは十分分かる。森下と出島は今年ずっと C チームで、やってた。で、まあ、ここ2ヶ月ぐらいも多分練習は5、6回、あ、もうちょい聞いた、 10回ぐらいかな。まあ言いたいことは分かる。あいつらは真剣にはこう部活に参加してなかった。これを正直隠すこともできた。隠蔽してそのまま出場することもできた。正直けど、暴力をしたとはいえど、あいつらは俺らのチームメイトであり仲間で、俺は監督である以上どんなことをしても最後の最後まで味方であり続けなきゃいけない。いやー悔しいね先生。先生、俺は納得いかないっす、いやそもそもあいつらそんな練習来てないっす、なんで俺らがあいつらなんかのために大会自体させられなきゃいけないか、マジで意味わかんないっす。こればっかりはもうチームスポーツだ。だから仕方ない。これが団体スポーツの難しいとこだ。キャプテン副キャプテン含め、俺も含め、まあ俺が一番だ。あいつらをこう部活に来させるような環境、言葉、声掛け、環境づくりをしなきゃいけなかった。まあ3年生はこれで終わりだ。悔しいね。まあ10年前に本当に何度も言うように同じことをあった。で、同じことを繰り返したくなかったけどね、申し訳ない。ただリーグ戦はまだ続く。
トーナメント選手権は出られなかったけど、リーグ戦で最高の結果を残すために、また、明日から、今日は全員オフにする。明日から、気持ち切り替えてやっていきましょう。お疲れ。いや、待ってください。練習させてくださいよ。いや、一緒にでもいい。いや、大会のためっすよ。大会も出られない。いや、マジで納得いかないっす、それは。あいつらゲーセン行ってんすよ。俺らも呼んだんすよ。練習来いよって。でもあいつらが裏切ったんすよ。俺らが呼んでたんすよ。俺の責任だな、これはもう。俺の責任だ。俺のマネジメント能力がなかった。正直このままさっきも言ったように隠蔽して隠して出ることもできたけど、それで優勝しても俺は気持ちくない。全員が一つの目標に向かって戦って優勝した時に本当の嬉しさ、本当の喜び、それが得られる。俺はそれを何度も経験してるから。今年でもう監督やって50何年目、56年目ぐらいか。仕方ない。